往年のピアノ名曲集なんかには必ず入っている乙女の祈りですね。この曲を作曲した人物、ポーランド人で本来はボンダジェフスカみたいな発音をするらしいんですが、日本ではバダジェフスカとかバダルジェフスカと呼ばれている女性の作曲家なんですね。でこの人に関することっていうのはあんまりよく分かっていなくて、生まれた年もはっきりしていないんですが、どうやらいろんな説を総合すると20代の若さで亡くなってしまったらしいと。でこの乙女の祈りを発表した時にはまだ10代の若さだったってことになるんですね。それも音楽教育をちゃんと受けたわけでもない10代の少女が作曲した作品としてはなかなか優れたものなんじゃないかと思うんですが、でこの曲変奏曲形式になっていて、普通の変奏曲は主題が一番シンプルでだんだん派手になっていくんですけれども、この曲の場合というのは途中に出てくる変奏の方が主題よりもシンプルになっているというのはちょっと面白いところかなって思ったりしています。
留学中に私の師匠から聞いた話で、この曲乙女の祈りを台湾で演奏してみたら会場の聴衆が一斉に笑い出したっていうんですよね。で、なんでかなと思ったら、台湾ではこの曲はゴミ収集の音楽として知られていまして、ゴミ収集車がこの曲を流しながら収集していくわけですね。だからみんなこの曲のタイトルは知らなくてゴミ収集の曲だと思っていたって話なんですけれども、で、この話を日本に帰ってきてからしてみたら、どうも日本でも一部の地域でゴミ収集車の音楽として乙女の祈りは使われているらしいと。で、こういうのっていうのはね、他にもいろんな例があって、例えば電車の発車ベルだとか、電話の保留音とかね、そういうものにクラシックの曲が使われていることっていうのはたびたびあるんですけれども、人々のね、生活に役に立っているといえば役に立っているんですが、もうすでに存在するね、音楽作品がそうやってなんか合図みたいにして、別の用途で使われてしまうというのはちょっとどうなのかなって私は思ったりするんですけれども、皆さんはどうお考えでしょうか。